ネクスト。ネクスト。正式名称は、ネクスト、インク、ネクストコンピューター、インク、ネクストソフトウェア、インクと変遷は、アメリカ合衆国カリフォルニア州、レッドウッドシティを本拠地としたコンピュータ企業で、高等教育やビジネス市場向けのワークステーションを開発製造していた。アップルの創業者の一人、スティーブ・ジョブズがアップルを辞め、1985年に、 創業。最初の製品、ネクストキューブを1988年に発売し、小型化したネクストション n は1990年に発売。売り上げはそれほど大きくはなく、全部で5万台ほど販売したと見積もられている。とは言うものの、その革新的なオブジェクト指向型オペレーティングシステム、ネクストステップと開発環境は多大な影響を及ぼした。 ネクストステップの主要な API は後にオパンステップとして標準化された。ネクストは1993年にハードウェア事業から撤退し、いくつかの OEM へのオパンステップ使用販売と自社製の実装の販売に注力するようになった。ネクストはまた世界初の企業向け Web アプリケーションフレームワーク WebObjects の開発でも知られている。 ウェブオブジェクツは5万ドルと高価だったために広く普及することはなかったウェブページの動的生成に基づいた初期のウェブサーバーとして特筆すべき例であったアップルは1996年12月20日4億2900万ドルでネクストを買収し現行のマックスの大部分はネクストステップを基盤として開発されたウェブオブジェクツはかつて OS 10サーバー及びエクスコードの 付属ソフトであった。1984年、アップル創業者の一人、スティーブ・ジョブズは、アップルのスーパーマイクロ部門、マッキントッシュとリースの開発部門の責任者を務めていた。マッキントッシュは、アップルユニバーシティコンソーシアムによって、学生や教育機関には割引価格で販売していたため、大学などで大いに成功を収めていた。 アップルユニバーシティコンソーシアムは1984年2月までに5000万ドルのコンピュータを販売した。会長として、ジョブズはマッキントッシュを売り込むために各地の大学や研究者をしばしば訪問していた。当時のフランス共和国大統領、フランソワ・ミッテランを迎えたご参会で、ジョブズはノーベル科学賞を受賞したポールバーグと出会った。 バーグは実験室で実際に実験しないで、教科書だけで遺伝子組み換えを学生に教えるには、どうしたら良いかで悩んでいた。遺伝を組み合えの実験にはかなり費用がかかり、当時のパーソナルコンピュータ、PC でシミュレートするには複雑すぎた。バーグはジョブズに彼のアップルへの影響力を行使して、高等教育用の 3M ワークステーションを作ってくれないかと持ちかけた。3M とは、 1MB 以上のラム、m メガピクセルレベルのディスプレイ、メガフロップスレベルの性能を意味する3つのメガで 3M、Alt などを指した用語。ジョブズはバーグの描いたワークステーションに好奇心をそそられ、高等教育向けコンピュータ企業を1985年秋に立ち上げることを考えたが、当時アップル社内では内紛が大きくなっていた。ジョブズの部門は、 マッキントッシュの新製品をリリースできずの大部分もリリースが遅れていた。結果として売り上げが急落し、アップルは売れ残り在庫の消却に数百万ドルを費やした。アップルの最高経営責任者 CEO ジョン・スカリーはジョブズのアップルにおける権限を奪い取り、1985年にはジャンルイが製を後釜に据えた。その後ジョブズは アップルの経営権を取り戻すべく闘争を開始した。ジョブズが社用で西ヨーロッパとソビート連邦に出張している間にスカリーは取締役会の協力を取り付けた。数ヶ月間アップル社内で邪魔者扱いされた末、ジョブズは1985年9月13日金曜日に辞任した。彼は取締役会に退職後に新たなコンピュータ会社を立ち上げることと、 スーパーマイクロ部門から数人の従業員を連れて行くことを明らかにした。また、その会社はアップルとは直接競合することはないし、新会社で設計したものをマッキントッシュブランドでマーケティングするべくライセンス、提供することもあり得ると表明していた。ジョブズはアップルコンピュータの株式売却で得た700万ドルを出資し、アップル元従業員のバッドトリブル、ジョージ・クロウ、 リッチ・ページ、スーザン・バーンズ、スーザン・ケア、ダン、エル・リューインと共に新会社、ネクスト・インクを創業。各地の教育関係の業者と相談し、ポールバーグとも再び会合を行ったワークステーションの仮の仕様が出来上がった。それは遺伝子実験シミュレーションを実行できるほど強力で、大学生が自分の部屋で使える程度に安価になるよう設計された。 しかし仕様が確定する以前にアップルはネクストが創業者のインサイダー情報を利用しているとして訴えた。ジョブズはこれについて4300名以上を抱える20億ドル企業がブルージーンズを旗6人に立ち打ちできないとは想像しにくいと述べた。この訴えは裁判になる前に取り下げられた。1986年、ジョブズは有名なグラフィックデザイナーである。 ポールランドに10万ドルでブランドアイデンティティ制作を依頼した。ランドはロゴの正確な角度28度や社名の正確な綴り、ネクストなどを含む100ページのブランドの詳細を示す冊子を作った。最初の外部からの出資はテキサス州の実業家ロス・ペローからの指定協だった。ペローはテレビ番組ザ・アントラプリナーズでジョブズとネクストの従業員を初めて見た。 1987年、ペローは2000万ドルを出資し、ネクストの株式の16%を得た。つまり、この時点で、会社の時価総額は1億2500万ドル。1988年には、取締役会に参加することになった。当初は、アドビシステムズと後にディスプレイポストスクリプトとなる、技術の開発を行っていたが、これを実装できそうなオペレーティングシステムが、 その時点では存在しなかったことから、1986年中頃、会社の方針を転換。単なる、ローエンドのワークステーションだけでなく、これを搭載できる、オペレーティングシステム並びにコンピュータを、総合的に開発することとなった。これを受けて社名は、ネクストコンピューター、インク、に変更された。カーネギーメロン大学で、マッハカーネルを開発していたアビー・デバニアンが同社に、 参加して、チームを引き、ネクストステップオペレーティングシステムを開発した。ハードウェア部門を率いたのは創業当時からのメンバーであるリッチ・ペイジで、かつてリース開発チームの責任者だったハードウェアの設計開発を行った。ネクストの最初の工場は1987年、カリフォルニア州フリーモントに設けられた。この工場は、 年間15万台のマシンを製造する能力があった。ネクストの最初のワークステーションは公式にはネクストコンピューターと名付けられたが、マグネシウム合金製のマットブラックの一辺が約1フィートの成立型体という特異な形状から一般にザキューベと呼ばれた。このデザインはアップルックをデザインしたハルトムットエスリンガー率いるフロッグデザインに依頼したものである。 このワークステーションのプロトタイプは1988年10月12日に披露され、喝采をもって迎えられた。1号機は1989年に評価され、その後ベータ版のネクストステップオペレーティングシステムをインスールしたごく少数のマシンが大学などに販売された。当初ネクストコンピューターはアメリカ国内の高等教育機関向けに限定販売され、 基本価格は6500ドルとされていた。このマシンは主にそのハードウェアを中心に各種雑誌で広くレビューされた。デビューが数ヶ月遅れたことについて聞かれたジョブズは、遅れたこのコンピュータは5年先を行っているよ。と答えた。非常に斬新なソフトウェア構成に加えて、工事機ディスク、本体とデザインを統一した、モーニター、4 d p i のレーザープリンター、プリンター。 本体、ディスプレイ、キーボードへそれぞれへの線が最小になる接続方式などを採用した。NEXT コンピューターは 25MHz の MC68030CPU をベースとしている。当初、ディスク方式の MC88000 も検討したが、十分な量が確保できないということで取りやめた。RAM は8から 64MB、256MB の 光磁気ディスク、MO を備え、40MB、スワップ専用、330MB、660MB の、ハードディスクドライブ、10ベースマイナス2イーサネット、ニューバス、1 1 2百832ピクセルの、グレースケールディスプレイメガピカッセルを備えている。1989年当時の、一般的な PC では、ラムは 640KB から 4MB。 CPU は8086、8088、286、386。ディスプレイは16色640、350か。モノクロ720、348。ハードディスクは10メガバイトから20メガバイト。ネットワーク機能はほとんどなかった。工事機ディスク装置はキャノンが製造したもので、主な記憶媒体としてコンピュータに採用したのは、 日本以外では、ネクストが初めてだった。ハードディスクよりも安価だが、特に未使用媒体は安価で、もともとキャノンが1枚あたり150ドルを得ることになっていたが、ジョブズは交渉でそれを50ドルに値引きした、低速である、平均飼育時間は96ミズ。設計上、MO 装置は、ネクストコンピューターには一つしかなく、システムをシャットダウンせずに媒体を取り出すことができないため、 コンピュータ間でファイルをやり取りするにはネットワークを介するしかなかった。ストレージは初代のネクストコンピューターにとっては弱点だった。工事機ディスク媒体は比較的高価であり、フロッピーディスクドライブよりも高速だが性能と信頼性に問題を抱えていた。それは一時媒体としてネクストステップを動作させるには容量的にも性能的に不十分だった。 1989年、ネクストは以前からコンパックの再販業者をしていたビズニスランドと契約し、ネクストのコンピューターを全国の販売店で販売する契約と結んだ。それまで学生や教育機関に直販だけしていたビジネスモデルからの大きな転換である。ビズニスランドの創業者、デビット・ノルマンは12ヶ月後にはネクストコンピューターの売上は コンパック製品しのぐことになるだろうと予言した。同じく1989年には、キャノンが自社製ワークステーションに、NEXT STEP スス環境を使う権利と引き換えに1億ドルを出資し、16.67%の株式を得た、時価総額は6億ドル。これは、ソフトウェア製品にとっての大きな市場拡大を意味していた。キャノンは、その後、 インテルの GX プロセッサを使ったネクストションを日本市場家にリリースした。キャノンはまた日本でのネクスト製品の販売代理店としても働いた。初代のネクスト製コンピュータは1990年一般市場で9999 99ドルで発売された。なお最初の出資者だったロスペローは テキサス州プラーノに創業したシステムインテグレータパーシストムズに専念するため、1991年6月にネクストの取締役を辞任した。1990年、ネクストは第二世代のワークステーションをリリースした。ネクストコンピューターを改良し解明したネクストキューブとザ・スラブ・アツイタと称されたネクストションで、後者はピザボックス型の形状である。 なお、ピザボックスという呼び方は、サンマイクロシステムズのスパークステーション1に由来するため、ジョブズは比較されることを避けるため、この呼び方をしないよう従業員に命じている。工事機ディスク装置の代わりに 2.88MB のフロッピードライブを装備した。ただし、2 8 8イトのフロッピーディスクは、高価だったため、1 4 4イトフロッピーにとって、 変わることはなかった。そこでネクストは CD-ROM ドライブを採用し、これがその後のストレージの業界標準となった。カラーグラフィックス対応のネクストションカラーもあり、ネクストキューブにネクストデュアメンションというビデオカードを装備すると、カラー対応になった。これら新世代のマシンは、MC68040 をベースとし、以前のマシンよりも安価で、高性能になっている。 1992年、ネクストは、プロセッサのクロック周波数を 33MHz に上げ、ラム容量を最大 128MB としたターボ版のネクストキューブとネクストションを発売した。ネクストはいずれ、リスクアーアーキテクチャに移行する予定で、それによって、さらなる高性能を実現する計画だった。このプロジェクトは、NRW と呼ばれていた。当初は、 モトローラ88,110を使う予定だったが、モトローラが88キロアーキテクチャの混合を保証しなかったため、パワー PC601 のデュアル構成に変更となった。そのマザーボードやケースが試作されていたが、完全な製造に入る前にハードウェア事業からの撤退が決まった。何人かの開発者が NEXT のプラットフォーム上で先駆的なプログラムを書いている。 1991年、ティム・バーナーズリーは、ネクストコンピューターを使って、世界初のウェブブラウザとウェブサーバーを生み出た。1990年代初めには、ジョン・ディ・カーマックがネクストキューブを使って、ウルフンスタイン 3D と Doom というゲームを作った。ネクスト製コンピューター向けに発売された商用ソフトウェアとしては、表計算ソフトのローチュス・インプロブやマスマッティカがある。また、 システムに同梱された小型アプリケーションとしては、コリージェットディクショナリー、オックスフォード・イン・ヨーク時点、ウィリアム・シェイクスピア作品集、そしてこれらにアクセスするための検索エンジン、デジタル・ライブラリアンがあった。1992年、ネクストは2万台のコンピュータを売り上げたが、これには、マザーボードをアップグレードした数も含んでいる、同業他社に比べるとその台数は少ない。 1992年の売上高は1億4000万ドルとなり、それを受けてキャノンはさらに3000万ドルを出資することになった。最終的に NEXT が販売したコンピュータは累計で5万台となった。1992年、NEXT はインテル486ベースの PC、a t 互換機への NEXT ス,ステップの移植を開始した。 この移植はネクストの事業戦略の変化に対応したものだった。1993年末までにこの移植が完了しネクストステップ486とも呼ばれるバージョン3.1がリリースされた。実はそのリリース前の1992年にクライスラーが3000本を購入する計画を持ちかけていた。ネクストステップ 3X は後に PA リスクやスパークベースのプラットフォームにも移植されており、結局4種類のバージョン、ネクストステップ、ネクスト、ネクストステップ、インテル、ネクストステップ、p a リスク、ネクストステップ、スパークが登場した。これら移植版はあまり広く使われることはなかったが、スイス銀行コーポレーション、O、コナーカンパニーなどといった組織がの、 プログラミング環境に惹かれて採用した。アメリカ連邦政府機関でも広く使われており、アメリカ国家安全保障局、国防高等研究計画局、中央情報局、アメリカ国家偵察局などが採用した。NEXT は1993年にハードウェア事業から手を引き、社名をネクストソフトウェアインクに変えた。そして540名いた。 従業員のうち300名を解雇した。ネクストはフリーモントの工場も含めてハードウェア事業をキャノンに売却する交渉を行った。ハード関連事業を買い取ったキャノンはファイアパワーシステムズ社を設立したが最終的にはモトローラに売却した。パワー PC マシンの開発も含めすべてのハードウェアの製造がストップした。サンマイクロシステムズの CEO スコット・マクネデーは1993年、ネクストソフトウェアに1000万ドルを出資し、ネクストのソフトウェアを3のシステムに将来採用する計画を発表した。ネクストは3と共同でネクストステップのカーネル部分を除いたオパンステップを開発した。また、ネクストは当初の事業計画に戻り、各種オペレーティングシステム向けに開発ツールキットを販売するようになった。 新製品としては、Windows NT 上で動作する、オパンステップであるオパンストップエンタープライズなどがあった。また、大規模な動的、Web アプリケーション構築用プラットフォームである WebObjects も開発した。WebObjects には、デル、ディズニー、ワールドコム、BBC といった大手企業の顧客がついた。後に、NEXT を買収した Apple 自身も、iTunes Store など、 同社のサイトの多くでウェブオブジェクツを使っている。アップルコンピュータは e 九は1996年12月20日、ネクスト買収の意思があることを発表した。4億2900万ドルが各出資者に支払われ、スティーブ・ジョブズにはアップルの株式150万株が支払われた。ジブズは買収交渉に直接対応した関係で、現金の受け取りを意図的に避けた。この買収は、 第一に、コープランドの開発に失敗し、時代遅れになってしまった、Mac の OS の代わりとして、ネクストステップを採用るためだった。他に、ビ i s の買収という案もあったが、最終的にネクスト買収が選ばれた。この際に、キャノンは、出資を引き上げて生産した。1997年、ジョブズは、コンサルタントとして、アップルに復帰し、同年7月4日には、 暫定 CEO に就任。2000年には正式な CEO となった。1997年7月、ジョブズがアップルの取締役会を改編した際に、ネクストで重役を務めていたミッチ・マン・リッチや、ナンシー・ハイネン、アビー・テバニアンらがアップルで同等の役職に迎えられた。オパンステップの技術は MacOS 10に引き継がれ、アップルのソフトウェア技術の中核になった。 人材面でも、NEXT 出身のエンジニアが、Apple の主要メンバーとして活躍している。現在の Apple の OS 担当上級副社長、クレーグ・フェデリニ、前任者、スコット・フォース・トール、バートランド・サーレイア,アービー・テバニアンモラは、NEXT の経歴を持つ。NEXT 買収後、NEXT STEP のパワー PC への移植が行われ、それと同期するようにインテル版と Windows 版の、 オパンステップエンタープライズツールキットにも改良が加えられていった。このオペレーティングシステムはラプソキというコード名で呼ばれ、全プラットフォーム共通の開発ツールキットはイエローボックスと呼ばれた。従来との互換性を保つため、クラシック MacOS 用アプリケーションが動作するブルーボックスという環境が追加された。1999年、 この新オペレーティングシステムのサーバー版である MacOS 10 Server 1.0がリリースされ、2001年には通常版の MacOS 10 V10.0 がリリースされた。オパンステップを元にした API は Cocoa と解消された。ラ a p s o の Bluebox はクラシック環境と解消された。また、既存のアプリケーションを移植しやすくするため、 Mac OS のトゥールバックスに相当する環境をカルボンとして搭載した。Max には Next Step から受け継いだインターフェースがいくつかある。例えば Dock, ービスメニュー、ファイン Finder のブラウザビュー、ステックスと、フォントや色のシステムワイドなセレクタなどである。Next Step のプロセッサに依存しない機能は Max にも残った。各バージョンは Power PC と x86 アーキテクチャの両方でコンパイルできるよう保持されていたが2005年まではパワー PC 版だけが公にリリースされていた2005年6月6日アップルはインテルのプロセッサに移行する計画を発表したさらに iPhone や iPad 向けには iOS として ARM 向けの MAX のサブセットといえるものが使われている NEXT は米国では 大学と共に金融機関が主な販売先であり、日本では大阪大学や広島大学、神奈川大学に数百台規模で導入された。しかし、専用のハードウェアだったため、その後の PC の構成の化と低価格化に取り残された。ネクストワークステーション向けに作られた OS、ネクストステップはディスプレイポストスクリプトを採用し、独自の洗練された。 グラフィカルユーザーインターフェースを備えソフトウェア開発環境には C 言語にオブジェクト思考的な拡張を施し本格的なオブジェクト思考開発を可能にした Objective-C を採用後にカーネル依存部分を切り離したオパンステップを経て MAX の石となった後期には画面表示のためのディスプレイポストスクリプトとともに 現在のパングルあるいはダードックスに相当する3、ダキットと呼ばれる 3D 表示フレームワークにクイックレンダーモンを搭載し、ピクサールのフォートリーリスティックレンダーモン1バージョン古いものがデモとしてがバンドルされ、レンダーモンを標準で使用することができた。レンダーモンのシーン記述ファイルリブは3次元表示のためのポストスクリプトとも呼ばれる。 アップルコンピュータのクイックタイムが有名になってくると、ネクスタイムと呼ばれる互換モジュールも発表し、クイックタイムムービーをネクスト上で見られるようになった。先進的で宣伝された仕様には、熱狂的なヘビーユーザーを生み出した。また、アップルの MAX の API である c o c o のクラス名には、ネクストステップからの名残で、NS マイナスとプレフィックスが付けられる。ジョブズは、 アップルの会社組織が自分が辞めることになった原因だと感じていたため、官僚的内部構想のない企業にしようと考えていた。ジョブズは NEXT の企業文化をアップルとは異なったものにするべく、設備や給料や福利構成など様々な面で違ったやり方を採用した。ジョブズはアップルでも企業構造の改革を何度か行っているが、NEXT では 一般的な企業の組織構造は採用せず、従業員ではなくメンバーによるコミュニティを作るようにした。ネクストは商業的に成功したとは言えないが、コンピュータ業界に与えた影響は大きい。ネクストキューブとネクストステップがリリースされた1988年以降、他社はネクストのオブジェクト指向システムをエミュートし始め、オブジェクト指向プログラミングと グラフィカルユーザーインターフェースがより一般化していった。Apple は1989年、次世代パソコン向けに NEXT STEP スス同様オブジェクト指向の開発実行環境の OS を構築するプロジェクト、t a ジ i g e n t を IBM や HP と共同で開始した。シャープの焼いた事業部は、X68000 シリーズに続く、次のプラットフォームとして試作機を製作しており、 その仕様においては、ネクストを強く意識したものであったとされる。一部の層に対して、一定のヒアリングも秘密裏に行われたが、結局日の目を見ることはなかった。マイクロソフトは1991年にを発表。回路の仕様にも、同様のオブジェクト指向ユーザーインターフェースが含まれていた。プロジェクト自体は、最終的に中止されたが、一部の要素はその後の、 プロジェクトに受け継がれた。1994年、Microsoft と Next は、共同でオパンステップを Windows NT 上に移植する作業を開始し、1996年9月、オパンステップエンタープライズとしてリリースされた。WebObjects は、当初5万ドルという高価格で発売されたためもあり、広く使われることはなかったが、動的ページ生成が可能な初期の Web サーバーとして、 歴史的に重要であると言えよう。WebObjects は2010年以降 Apple の製品リストから外れており、かつてのように m a スに付属されなくなり、バージョンアップも停止しているが、Apple Store アや iTunes ア Store、App Store 等の Apple の各種サービスを支えるベースシステムとして利用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。